こんにちは、粟田洋介です。ちょっと10月までにカレンダーを作りたいので、今8月の終わりですね。カレンダーに使う絵を描こうと思って画用紙を12枚小さく切りました。こういうペンで線画を描いて、それで色鉛筆で着色しようと思っています。これらの色鉛筆は安い色鉛筆なんですけど、綺麗な色で描けます。ではこれから1月から12月の猫の絵を描いていきます。それでまあ、カレンダーの時期っていうと、もう来年の準備ですね。もうこんな時期早いなぁと思う人もいれば、早いなぁってただ言いたい人もいるのかもしれないし、早いなぁと思わない人もいるかもしれないし、1年早いなぁって思いたくない人もいると思います。私自身はもう1年終わりだ、早いなぁなんて絶対に思いたくないと思っています。なぜなら、1年が早く終わってしまうのであれば、同じように一生も早く終わってしまうからです。早いなーって思うが、時間がゆっくり流れてるなーと思うが、人生の長さっていうのは変わらないかもしれないけど、変わらないのであれば長くて楽しい人生だったなーって私は思いたいんです。そんなわけで今日は線画を描いていくのと時間の流れについてお話ししたいと思います。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は最近クロノスとカイロスっていう言葉を知りました。そのことについてはきっと私より詳しい方もいらっしゃると思います。クロノスとカイロスっていうのはギリシャ語だそうなんですが、ギリシャ神話についてとかは私は全然知らないので、クロノスとカイロスの意味について簡単に説明すると、クロノスっていうのは時間なんですけど、時計とかカレンダーみたいに1時間2時間3時間今何時っていう今の時刻とか、あとは今日何月何日とか、そういう単位のある数字で表す時間のことです。それに対してカイロスっていうのは数字ではなくて、自分が感じた時間のことです。同じ1時間でもなんかすごい楽しいことをしていて、あっという間に過ぎてしまった1時間はすごく短く感じるかもしれませんが、もうつまらない、退屈で、この場から立ち去りたいのに同じ場所にじーっとしてて何にもしないとか、つまらない話を聞いてるとか、つまらない作業をしているとか、もう1分が1時間にも感じられる。楽しいことをしている1時間は一瞬なのに、つまらないとか苦しい時の1時間っていうのはもっと長く感じるのかもしれません。その長く感じる、短く感じるっていう、その感覚的な時間をカイロスというそうです。時間をうまく使って幸せな人生を送るために、タイムマネージメントみたいなのをやってみる。クロノスの時間ですね。この1時間は何に使って、もう1時間は何に使って、みたいな感じですね。そういったタイムマネージメントを行うと、充実した日々を送れるはずです。私もそれやらなきゃなと思ってるんですけど、時間の使い方っていうよりも、人生を豊かに感じる、気持ちの上で充実したい、幸せを感じたいのであれば、このカイロスの時間を大事にするっていうことも、ものすごく大事じゃないかなと思っています。このカイロスっていう言葉を知った時にすごく思いました。今日一番最初に、私はもうそんな時期か、早いなぁなんて絶対に思いたくない、人生があっという間に終わってしまっただなんて思いたくないということを言ったんですが、それと同時に楽しい時間は一瞬で終わってしまうみたいなことも言いました。それってすごく矛盾してますよね。つまらない時間を過ごし、つまらない人生を送ればつまらないわけですから、時間が長く感じるし、一生も長く感じるので、同じ年月を生きたとしても長い時間を生きたような気がする。理屈だとそうなるんですけど、長い期間でそれを考えると、実はつまらない人生はその時その時はもう悪い意味で長く感じるんだけど、一生を振り返った時は長生きした充実感っていうのはないんじゃないかなって私は思います。まあそれはその時にならないとわからないんですが、長かろうと短かろうとつまらない人生なんて送りたくないですよね
人生の終わりについてはわからないんですが、1年の終わりだったら何十回も経験しています。その年を振り返って何にも楽しいことを思い出せなかったら、なんだか空っぽな1年を過ごしたような気がします。私はですよ。そう思わない人は別にいいんですけど、1年を振り返った時に、冬にはこんな楽しいことをした、で春にもこんな楽しいことをして、そして夏にも秋にもこんなことをして、そして1年の終わりは冬ですから今こんなことをやっている、そんな感じの回想って楽しいし豊かですよね。そのあんなこともしたこんなこともしたっていうことが、そんな大それたことである必要はなくて、去年から今年の初め頃までこんな感じの作品を書いてたんだけど、2月ぐらいになってからちょっと違う感じのモチーフを書き始めてみたとか、ちょっといつもと違う感じの色を使ってみたとか、1回だけなんだけど生まれて初めて使う画材を使ったとか、いつも使ってる画材なんだけどなんか違う方法で試してみたとかね、そんな些細なことでも自分にとっては大事件ですから、すごくエキサイティングなことですそれを他の人に話した時に、だから何って感じで全然共感してもらえなかったとしても、これは私の人生ですから人から理解されなくてもいいし、人からすごいとか思われる必要もなくて、たとえ大勢の人がそんなのくだらないことだって思ったとしても、これは私自身の人生で私自身の幸せなんです。だから誰が見ても些細なことだったとしても、私自身からしたら人生を変えるビッグイベントなわけです。この2種類の色鉛筆、この色の違いぐらい些細だったとしても、この2色を使い分けて描けばもう人生を変えるほどの色の違いというわけです。そしてもしも1年間ずっと同じことをして何の変化がなかったとしても、その同じことをしている間にたくさんの事件が起こっていると思います。例えば巨大な絵を1年かけて描いたとして、1年の初めにはどんな絵を描き始めるかっていう形すらなかったわけです。で、何を描こうかなって考えて、どんな風にしようかなっていろいろ思考して、そのプロセスっていうのはもうビッグイベントですよねそしてそれがどんどん形になっていく、少しずつ仕上がっていく、そこでもまた違う喜びだと思います。そしてもっとできてきた、さらに違う喜びが生まれると思います。もしもその作業がずっと同じだったとしても、出来上がってくる一瞬一瞬の喜びっていうのはすごく素晴らしいことで、その積み重ねが作品を完成させ、その積み重ねを1年の終わりに見ることができるわけです。1年の終わりに今年は素晴らしい1年だったと思うことができれば、その1年を長く感じようと短く感じようと幸せな気分になるんじゃないかと思います。そして翌年の年始めには、今年も素晴らしい年になるぞ、今年もなんかやってみよう、そう思えるんじゃないかと思います。ただ今年がつまらない年だったとしても、来年は素晴らしい年にすればいいし、今8月の終わりで1年が終わったわけじゃないんだから、まだまだ素晴らしい1年を作ることができるはずです。まあ今年の終わりにすごく充実した2024年になったって絶対に思えるはずですから。なんかに没頭してるときは一瞬で時間が過ぎていくことがあると思います。だけどそのプロセスが楽しかった場合は、多少時間があっという間に終わってしまったとしても、一日を振り返った時にすごく充実した一日だったって思えると思うんですよね。それどころか楽しい1時間でも30分でも10分でもいいけど、その充実した時間を送った時は、ああしまった、もうこんな時間になっちゃった、でも充実した5分間だったな、そういうふうに思うじゃないですか。ただ私は時間を忘れて絵を描いてても、最近そんな長い時間、何時間も何時間も絵を描いちゃうってことがなくなってきました。せいぜい20分30分すると時間を忘れてるモードがストップします。
長年絵を描いてるからなのかちょっとわかんないんですが、年齢のせいでないことは確かです。まあそう思いたくないからなんですけどね。今年何度か人に年齢を聞かれたんですけど、私は年齢を数えませんって言って聞かれても答えませんだって年齢なんてクロノスじゃないですか。まあ全然年齢は気にしてないんですが、人に年齢を教えるとつまらない先入観とか、人によっては上下関係ができちゃうことが嫌なので、人に年齢は言わないようにしています。オーストラリアの先住民アボイジニの長老がテレビに出てて、その人は推定年齢70歳みたいな感じで紹介されてて、普通に考えたら推定年齢なんてありえないじゃないですか。でもその推定年齢っていうのがいいなと思って、私は年齢を数えたくないなと思っています。ですがこの管理社会に生きていて年齢を数えないなんて不可能なんですけどね。なんか最近気がついたら時間が経ってたみたいなことがあって、何やってたんだろうと思うと、スマートフォンで今日の天気を調べようと思ったら、なんかメールが入ってて、それを読んだらなんか全然関係ないジャンクメールだったりして、今度は SNS とかをチェックして、ちょっとするとあれなんでスマホを見たんだっけと思って一回スマホの電源を切って、そんであそうだ天気予報だと思って天気予報を調べるみたいな感じ。それで何分か時間を費やしちゃって、でスマホって見るとなんかを見なきゃいけないって思って意味のない時間を過ごしちゃったりして、ここら辺私はタイムマネージメントが必要だなと思っています。意識をしないとどうでもいいことに時間を忘れて没頭しちゃったりして、後で振り返ると何にも残ってない、今日何やってたんだみたいなことになるんですよね。それで猫をこうやって可愛がったりすると、あちょっとこの仕事しなきゃないんだっけとか大事なこと思い出すんですよ。そんでせっかく猫と時間を過ごしてるのに、もっと大事なことをしなきゃとか思い始めちゃうんですよね。だけどよくよく考えたら、その猫と過ごす時間っていうのは私の人生においてものすごく大事なことで、それだけやって充実してもいいんですよ。そんな意味のないメールとかをチェックするのに時間を忘れてるくせに、猫と時間を過ごすとなんか違う大事なことしなきゃならないなんて思っちゃうんですよね。だから自分が時間を忘れてやるべきことっていうのを意識してしなきゃない時間っていうのがあるのかなって私は思います。大事なペットと過ごす時間、大事な人と過ごす時間、さりげない日常の身近にいるありがたい存在、そういったものが空気みたいな存在になってしまって、人生のもしかすると一番大切な存在を軽く見ちゃったりする時があるんじゃないかと思うんですよね。ない人もいるかもしれませんけど、だから気がついたら時間を忘れてたっていうのも大事なんですけど、身近で忘れがちな大事なもの、そこに意識をして時間を費やしてもいいんだよっていうことを言い聞かせなきゃならない場合もあるような気がします。人生振り返った時に、あの時大事な人やペットと時間を過ごしててよかったって絶対に思えると思うんですよね。ちょっといろいろお話ししましたが、私自身がこういう風な考え方をすると幸せを感じると思ったのでお話ししたことなので、共感していただける方もいればそうでない方もいらっしゃると思います。でもこのクロノスとカイロスの、カイロス、時間を感じる長さですね。まあ気温でいう実際の気温と体感気温みたいなものですね。気温だって工夫次第で同じ30度でも涼しく快適だと思う方法もあるし、暑くて暑くて辛くなる考え方もあると思います。
そんな感じで時間の感じ方っていうのは自分でコントロールできると思うし、幸せの感じ方っていうのも自分でコントロールできることだと思ってるので、まあ10人いたら10通りの幸せの感じ方、幸せの作り方、そういったものがあるんじゃないかと思います。独自の幸せになる方法をご存知の方はぜひコメントで教えてください。1月から6月までの絵が完成しました。ちょっと動画が長くなっちゃうので、7月から12月までは完成したものをお見せしたいと思います。動画撮りながら絵を描いてると、映像を撮りやすい角度で描いてるので、自分で絵を描くのに見やすい角度じゃなかったりすることもあって、撮影し終わってから色とかそういうことの違和感に気づいて、後でもう少し手を加えることもあります。そんな感じで描いた後に今回も少し手を加えました。カレンダーの方は来月には作る予定です。その時は私のウェブサイトや SNS の方で投稿したいと思います。10月に個展をやることになったんですけど、なんかたくさん作品を描かなきゃないとか、実際あと1ヶ月ちょっとの準備期間なんですけど、ちょっと作品制作時間の方が心配だったりしたんですが、カイロスの時間を使って、まあ自分の思い込みの時間ですね。たくさんたくさんの面白い作品を制作していこうと思っています。うちの猫はこんな感じで夏の時間を過ごしています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。